さあ、バッパーショートでございます。今回なんですけど、皆さん、香川といえば何ですか？ルーさん、うどん。そうですよね香川何しに来たか言うと、やっぱうどん食わなあかんってことで、今日はうどんツアーに行きましょう、初日。はい、そう、ルーさん、今なんですけど、朝の8時半でございます。朝からうどん、昼からうどん、今日も一日中うどんですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はいな。うどんが大好き。うどんが大好きやから、多分今日終わったら、もうルース、私もうどん食べたくないって思うかもしれんね。そうか。分からんけど。今日、新しい文法。勉強したい。勉強したい。教えてください。She said, he said, you said. そう、たけしが、さよならって、たけしがさよならって言った。やばい、着いたで。着いたやけど、ごっつい田舎やで、これ。そう、今もう8時50分だけど、めっちゃ並んだお感じで、古いな、建物。Here is very famous for kake udon, cold and very hot. Which one you like? Very hot. Yeah, hot. What you gonna go? Maybe I'm gonna go here. Enjoy. What is it? Al dente.You know, al dente. Not soft, but hard. No, used to? It's like al dente pasta. 歯ごたえがめっちゃうまいね。めっちゃシンプル。で、これ200円っていうね。日本人大体うどん食べる、朝ごはんの時、いや昼ちゃう、昼も、朝からでも全然いけるな、これ。美味しい。そう、ルーさん、さっきの山内さんのうどんどうでしたか？すごい美味しかった。やばかったな、めっちゃ美味しかった。どっちの方が好き？冷やか熱々？冷やか熱々。食べる熱々。熱々さ、今日ちょっと外寒いから。なるほど。あつあつさん、コシがあっても、なんせ歯ごたえがやばかった。点数はどうですか？多分、Let's say 8. 8? Maybe I would say 10 or 3. Okay, in terms of like the food. All my experience of eating udon in Japan, that was probably the best. But I feel like today, we're going to get a lot of good ones. So I'm going to say 9 for this one. Okay. Sometimes simple is best, right? Yeah, simple is the best, yeah. You can really feel the flavor. Bruce, いつも家で作るとき、天気がいいね。天かすまみれ。I never put anything in there.釜揚げなんですけど、釜揚げ初めてね。釜揚げはうどんをこうすくいます。長いな、やっぱり。で、ソースを中に入れる。で、ここの釜揚げもっちもち。What are you doing? I'm supposed to eat this. It's going all over my jeans. It's going all over my clothes. Look. I don't like doing this. You have to catch one noodle at a time. Oh, yeah. What is it?Very difficult though. The noodle is very long. めっちゃ長い。But the sauce is very nice.
I like this sauce better than another one. あ、やん。ムースは釜揚げの方が好きらしいよ、普通のかけより。そうなの、そうなの、そうなの。どうでしたか？なんか天の演技したのか？美味しかった。でもめっちゃ難しかった。It's like fishing, going fishing. And I was like splashing, the noodles kept dropping and splashing all over the table. Like all around was so dirty. It was really delicious with the sauce. Okay. Yeah. So, 10点中何点？多分8。I preferred the noodle in the other place, the actual noodle. ちょっとちょっと待って。僕も山内さんの方が好きやね、麺的には。7点。美味しい。めちゃめちゃ美味しい。でもやっぱり山内さんの方が僕は好きですね。あの麺の腰というかね。ということで次に着いたところが讃岐うどん日の出製麺所っていう昭和5年から続いてる店なんですけど、やばい、ものすごい並んでる。でここの店は朝の11時半から12時半までしかやってない、1時間しかやってないっていう店らしいです。テーブルの上にゲソとか揚げとか卵とか置いてあるんだけど、でそれは自分で取って、でお支払いするときに、自分で申告するみたいな、これ食べましたで You have to pay。 トマトマサンタ、はい、卵との感じが最高ですね。ソースデリシャス。This is not cool. It's like room temperature. Wow. We should have ordered bigger bowls. This one is the best so far. I think I've decided my rating already. Yeah, うまかったな。あ、怖。That is one of the best meals I've had in Japan. マジで。やっぱり中はみんなな、あまり美味しすぎてみんな喋らへんからガー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 食べてまうな。 It doesn't even look like a restaurant. And, so good. 美味しかった。ここなんですけど値段何倍やと思う？ How much do you think? 300。 そう、ルースのが120円、で、釜玉が190円。めっちゃうまい。めっちゃ安かった。 For me 10 out of 10 11 うわー、これは最高でした。でまあ、次もまた現地の人に教えてもらったおすすめの店なんですけど、ここはベビーカレーうどんがめっちゃ美味しいらしいです。カレーうどんどうですか？私天ぷら食べるだけ。天ぷら食べたい。天ぷら食べたい。ルーズ天ぷら好きやもんな。何天ぷらが一番好き？南京って着きました。またまためちゃめちゃ並んでますよ。これはやばい。めちゃめちゃクリーミーでコテコテ。ルースもどうなの？ぶつかって美味しい。Yeah, it's not so much soft, rough. It's the noodle. Only. 肉の方が smaller, skinnier. そうなの？どうも。そうなの？店いつも違うサイズ。そうやね。店によって全然うどんのあれが違う。カレークリーミーや、これ多分当たりやわ。めっちゃ美味しい。これでショーやからね。麺ももちもちで、コシもある。ここもめっちゃ美味しいから。めっちゃ美味しい。天ぷら、やばい。Please try. テンプラ。Not all of it. このじっくりとやばい。めっちゃうまい。ものすごい美味しない。ちくわの質が全然ちゃう。でもうまいわ。これは死ぬまで完食でございます。めっちゃうまかった。やばい。
おいしいのカレー。ほんまに？臭い。臭いってやばい。もうお腹いっぱいやわ、あのうどんで。あのやっぱカレーうどんやからすごいお腹にボリね、くるね、yeah. ボリュームがすごいわ。I'm very disappointed. なんで？ Because you just said, oh, let's only do four restaurants, you know, I want to give up them. Yeah. Actually, you said you're gonna do five, so you cannot give up Shota. そう、僕が初めに45 minutes. 僕が初めに5個行こう言っとったけど、5軒ね、今回お腹いっぱいからやめとこうかって言ったけど、もう1軒行きたい、5軒行きたい。ダメですよ。すごい胃袋やね。いやでも私いつもちっちゃい、ちっちゃい、夜もちっちゃい、うどん食べただけ。すっごい胃袋やわ、ほんま。大丈夫大丈夫。最後中村うどんっていうところに行きたいなと思います。地元の方曰く中村うどんさんにも2種類あるらしい。ひらがなの中村と漢字の中村のうどん屋さんがあるらしいんですよ。で現地の人も曰く中村の漢字のうどん屋さんの方が美味しいっていう話を聞いたんで。漢字の中村さんのうどん屋に行きたいなと思います、うん、着きました。ここが漢字の中村さんでございます。First we went to the hiragana. So, yeah, first we went to the hiragana one. Hiragana one also a lot of people, eh? And actually, because it had better reviews actually than this one. Ah, so that's it. 4.1 on Google. まあでも漢字の方が地元の人には愛されそうって、わかる。地元の人に紹介してもらったら漢字なんでね。いただきます。今回これで最後なんですけど、ムースが頼んだのは釜かけ、釜かけ、釜揚げじゃなくて釜かけらしいです。で僕のは醤油うどん、醤油がおすすめらしいです。でこの醤油は一周半回すっていうのがええらしいです。うん。うん。Can I try yours? めちゃくちゃもちもち。冷たい。うん。うわ、でもめっちゃさっぱりで美味しい。おう、ガモン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 。全然添えてへんやん。早く添えてへん。うん。Quite sweet to your one. Yeah, なんか sweet. 甘い。ほんまに？ちょっと甘い？うん。ルースさんの釜かけ、どんな感じだ？うん、やっぱ中村さんの相対的にさっぱりしそう。これやったら何もお腹いっぱいでも食べれるわ。どうですか、ちくわ。おいしい。ごっつい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 。どないですか、生やして生やして。ロケ行きました。どうでしたか、うどんツアー。めっちゃ楽しかった。よかったですか。めっちゃ今まで一番楽しいの日、うん、ああそうですか、人生の中で。じゃあ今回なんですけど5軒行ったんですけど、どこが一番良かったですか、うどん。うん、忙しいうどんな。ああ、ヒロネね、ヒロネさんが、うん、で、2番は the first one. ああ、山内さん、うん、山内さんね、はい、山内さんが2番で、3番は中村。おー、中村さん、漢字の中村さん。ちょっと待って。僕はやっぱ1番はヒロネさんね。あれ、はい、はい、2番はあのカレーうどん。カレーうどんが美味しかった、クリーミーカレーうどん。I forgot about that one. Come on. That's my second favorite, that one. No, ぶっかけ系。ぶっかけ系。そんなあかんあかんあかん。ぶっかけ忘れるともどうやん。まあ、どこもかもめちゃめちゃハイレベルよね、ルーさん。Yeah, like, very, very delicious. I think we can't eat that anymore, like a frozen udon. I spoke to one guy from here, he said he went to Tokyo and ate udon. Hated it. Ah, yeah? It's been horrible. みんな言うのはどこの店行っても外れないって言うもんね、うどんめっちゃ美味しいって言うんで、はい、まあ、皆さんまたぜひ香川に行ってみてはいかがでしょうか。はい、まあ、ちょっとダイエットせなあかんな。ちょっと今日で5キロぐらい増えたで。ドラえもん、いやー、あれは多いで。特に俺のカレーよ、あれあれカレー多分結構カロリーあるで。でルースはちくわの磯辺揚げか、ちくわの天ぷら2本も食べたから結構高カロリーですよ。まだダイエットしましょう。ということで皆さん今回は以上です。アディオス。